最後の砦の王のテントにいるデルカーダル王に会いに行こうということで、ではテントの方に向かいましょう。お、エマ、エマちょっとお話ししよう。また旅出ることになっちゃうかもしれないから、エマチュワーン、後ろからデルカーダルの王様から伝言なんだけど、あなたに大切な用事があるから王様のテントに来てほしいそうよ。もしかしてまた白王子を捕まえる気だったりして。えへへ、なんちゃって。おい、ふざけるな、冗談言ってる場合か。デルカーダルの王様はもう絶対そんなことしないもんね。冗談が好きだね、エマちゃんは。まあ、そういうとこも可愛いからいいよ。王様よ。昨日はぐっすり眠れたか。ん？民に眠らせてもらえなかった？みんなうるさかったからね。ははははは、よいよい。それこそ平和の証。ははははは。いいね、確かに平和だからこそね、騒げるっていう。さてと、本題に入るかも。グレイグ、お前に渡すべきものがある。渡すべきもの、なんだこれ。お、なんだこれ、剣。それは盾、デルカダールの盾。あー、でもやっぱなんかそうだよね、グレイグって言ったら盾だよな。お前はわしにとって我が子のようなもの。旅立ちにふさわしき身支度を整えるのが親の役目。祝いじゃ。ちょっと待って、受け取れ。ちょっと待って、グレイグのスキル両手剣上げちゃったけど、両手剣だったら盾装備できなくね。まずい、盾装備できないぞグレイグ。そうだろう、おい、これ使わせないんだけどグレイグに。うん、よく似合っておるぞ。その盾は世界最高の騎士の証。そなたこそ勇者を守る最強の盾じゃ。良いな。はっ。さて勇者よ、道しるべとなる大樹は地に落ち、勇者の剣は魔王に奪われたと聞く。しかしだ、わしはそなたの父ユグノア王からこんな話を聞いたことがある。ロトゼタシアにそびえるレーザー、北のゼーランダ山と南のドゥーランダ山、その山頂に住まう民たちは何やら勇者とゆかりのある者たちらしい。あの話が本当であるとすれば、そなたは彼らに会うべきであろう。魔王を倒す助けを得られるやもしれぬぞ。ナプガーナ密林を西に進むと、ソルティアナ海岸に通じる。ソルティアナ海岸、ナプガーナ密林、懐かしいね。そこを越えた先にある山間の石礁を抜ければ、ドゥーランダ山はすぐそこじゃ。オッケー、じゃあ次はドゥーランダ山に行く感じだね。我らも預かり知らぬ道ゆえ、何が起こるかわからぬ。心して向かうがよい。了解いたしました、では続いてはナプガーナ密林からソルティアナ海岸に抜けてドゥーランダ山頂へ向かおうと。さあ、じゃあ最後エマちゃんにちょっとお別れ言って、ちょっと出かけてくるわ。エマ、白王子また旅に出るんだね。しかも世界を救う旅だなんて、今までよりずっと険しい道だと思うわ。でも私はあなたを信じてる。あなたならきっと魔王を倒してくれる。平和な世界で一緒に暮らせるって信じてる。私、白王子が帰ってくるのをずっとずっと待ってるからね。おー、これは今後どうなるか、白王子とエマの恋愛模様にも注目してください。黙れエマ。一人めちゃくちゃ厳しい人いるんだよな、コメント欄、エマに対して。ペルラさん、白王子、これだけは覚えておいて。世界を救う勇者だろうが何だろうが、あなたは私の息子だよ。ちゃっちゃと世界を救って石の村に帰ってきておくれ。あんたの大好きなシチューを大鍋いっぱいに作って、母さんはいつまでも待っているからね。ペルラおばさん、この馬乗っていい？リタリホンが寂しそうな目をしてグレイグを見てる。乗っちゃダメらしいです。グレイグしか乗せません、リタリホンは。ここら辺になんかいたずらデビューなかったっけ。ここら辺で神と一緒に戦った記憶が。神ュー、カミュー、あー、いたずらデビルだ、やっぱカミュー、カミュー、こんなんかいるんか、カミュー。
元気してるか神へ。さあドゥーランダー山に来ましたね。麓の洞窟、勇者ゆかりの地へ向かうと。さあ麓の洞窟までやってきました。あ、中枢とかあるから中腹か。もうちょい先まで進んでいくって感じか。ドラゴンライダー乗る感じでしょ絶対。何ができるんだ。羽ばたく ZR どういうこと。あーなるほどね。あーじゃあここあれか、羽ばたかないと上に上がれないってことね。山頂のドゥルダ、ドゥルダ橋、ドゥルダ橋、とりあえず進みましょう。あでもここでストーリーが始まったな。あ目的地ここなんだ到着です。え武器とかも変えそう。ここが勇者ゆかりの地か。勇者ゆかりの地。しかし大樹が落ちた場所から近いというのに里は全く無事な様子。一体何があったのか。確かに大樹落ちて各所ねちょっと希望を失ってた感じだけど、ここはなんかそんなにだね。その顔見覚えがあるぞ。さては貴様デルカダール兵だな。警戒されてる戦う気か。デルカダールの者よ。これまで我が里を封鎖しよって忌まいなし。我らドゥルダの民の怒りを思い知れ。ドゥルダ、やばそう。なんか呪いかけてる。なんだこの動きは。どこから攻撃が飛び出すかわからん。油断するな。いやわかんない。攻撃じゃなくてただ踊ってるだけかもしれないこいつら楽しそうに踊ってるだけかもしれない。何もする気ないのかもしれない。お前たちやめなさい。お騒がしいと思って来てみれば何事ですか。里の外の方に無礼は許しませんよ。三歩大僧侶、違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べていただけです。いや取り調べじゃなくてただ踊ってたんですこいつらが勝手に楽しそうに。デルカダール兵ですって。なるほど確かに。ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね。若い方、まあもちろん私ですよね。どうも勇者です。あ、あなたから感じるこの力は もしや勇者様ではありませんか。お見る目あるじゃないかクリリン。そう私が勇者シロウジ。一目見ただけでお前の素性を見抜くとは。やるなこのクリリン、戦闘力高いぞこいつ。ああどれだけこの時を待ちわびたか。この者たちの無礼な振る舞い大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください。お話ししたいことがあります。変わった子だね。まだ年若いというのにこちらの心を見透かされるような不思議な威厳を感じる。おお、グレイグが言うんだったらそうなんだろうな。とりあえず彼の言う通り大使の宮殿に行ってみるか。大使の宮殿了解です。行ってみましょう。ドゥルダ教ということで、いいいいいい、無礼な態度とは思ってないよ。楽しそうに踊ってるなとは俺思ってたよ。あなんか楽しそうなとこだなって。あバニーちゃんがいる。バニーちゃん、バニーちゃんには喋りかけるバニーちゃんには喋りかけます。よしじゃあ行きましょう。失礼します。どうも勇者です。勇者が来たぞ。勇者様、ドゥルダ教へよくぞ参られました。私は里を治める大僧侶三歩と申します。三歩。歩こう歩こう私は元気。いやそれは隣のトトロの散歩な。散歩大僧侶、あなた方ドゥルダの人々は彼のことを知っているのか。もちろんです。我々は16年前勇者様がユグノアに生まれてからずっとその訪れをお待ちしていました。勇者のことを待っていた。それはどういう意味だ。訳をお話ししましょう。さあ
あの旗を見てください。あの旗、なんかマークが書かれてるね。ルルダ、古来よりユグナーとゆかりのある里。ユグナーの王家に生まれた男子は幼子の6年間里に修行に出されるという掟があります。え、ってことは白王子も修行してたのかな。ユグノアの王子として生まれたあなたも本来は里に修行に出され二馬大使に指示するはずだったのです。ああ、でもそうだよね、あのじいちゃんにね引き取られたというか、ね、なんか魔物たちが襲ってきてお母さんが逃がしてくれて修行に行けなかったってことか。不幸にもユグノアが魔物に殺され、そうだよね、それは叶いませんでしたが、そう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 、もし運命が違っていればお前はこの里で幼少期を過ごしていた。いやー、そういうことも確かにねあったのかもしれないね、まあ、じいちゃんにだからそれは出会えてないもんね。いやー、でもどっちがいいんだろうって言われたら、まあじいちゃんに出会わずに、まあじいちゃんも生きてて、まあユグノアも、幸せだったら一番良かったのかな。まあでもじいちゃんに出会えたっていう運命があるから。その師匠になるはずだった肝心の二馬大使はどこに。そうだね、師匠気になるね。我らの指導者二馬大使は魔王によって世界が崩壊した時、その衝撃から里を守るため巨大な守護法人を展開しました。その強力な結界によって里は助かりましたが、何、自らの命を犠牲にした二馬大使はそのまま帰らぬ人となった。マジか、二馬さん。そうだったのか、今大使はこの里を守るため犠牲に。いいね、グレイグがめっちゃ喋ってくれるね。そうなのよね、勇者シロージュ喋れないからその代わりにグレイグがたくさん喋ってくれますグレイグの声聞き放題です。皆さん、ニマ大使の代わりにあなたにお見せしなければならない場所があります。宮殿の裏にある大修練場まで来てください。大修練場、何、修行するのか。ここから今大使が亡くなったのは残念だが、大僧正の言う大修練場に行ってみるか。 OK、 大修練場行きましょう。お、さあここですね、大修練場への道ということで。さあクリリン、お待たせ。この扉の先がルルダの大修練場となります。実際に修練場を見る前に里に語り継がれる伝説の勇者老主の伝承についてお話しいたしましょう。伝説の勇者、神話の時代、老主は邪悪なる神を倒す旅の途中、賢者の集まる神秘の里ルルダを訪れました。深き知恵を持つ里の初代大使天神に弟子入りした老主はこの修練場で力を磨いたと伝えられます。そして修行を続ける老主はある人物と運命的な出会いを果たしました。お、その人物とは。同じく大使の下で修行に努め弟子の中でも一番の実力者とされた大魔法使いウラノスです。ウラノス。共に切磋琢磨し互いの力を認め合った二人は意気投合して友となりました。修行を終えた後ウラノスは老師の仲間となり邪悪なる神との戦いで大いに活躍したと伝えられています。その石碑には二人が友情を誓い邪悪なる神を倒すことを決意した言葉が刻まれています。老師とウラノスか。老師、大変興味深い言い伝え。老師ウラノス、だから今のあれかな、私白王子とウラノスが、まあでも魔法って言ってたからな、神じゃないな。昔語りはこれくらいにして実際に修練場をお見せしましょうか。私についてきてください。修練場どんな感じなの、修行すんの。ここから勇者、老主、魔法使い、ウラノス、我ら志を同じくする永遠の友として共に邪悪の神を打倒することを今ここに誓わん。
おお、でもなんかここやっぱローさんがなんか修行、今修行してるなんかニマさんと修行してる場所にちょっと似てるね。さっきのなんか石碑みたいのなかったっけ。そういえばここが歴史深きドゥルダの大修練場、神話の時代からある場所で鍛錬した者の血と汗が染み付いています。今だから要するにここでニマ大使とローさん修行してるってことでしょ。別次元か分かんないけど、別の世界か分かんないけど、こういう似た感じのとこだったもんね。あなたも歴代のユグノア王子と同様、ここでニマ大使の稽古を受けるはずでした。わざわざここに来ていただいたのは、老子の時代から連綿と続く伝統の地をあなたに踏ませてあげたかったからです。いや、ありがとうございます。伝統の地に踏ませていただいて。あなたの祖父老様もここで修行を受けたのですが、彼の偉業は今も皆の記憶に残っています。偉業だと。伝説の勇者ニマ大使の修行は厳しいことで有名です。これは弟子が追い立った時にお尻を叩く通称お尻叩き棒。これローさん叩かれてたな。今どこにいるか分かんないけど、今いるローさん、なんとロー様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること1万回。叩かれすぎだろ。いや、ワンチャンローさんド M 説あるからな。変態だからな。この記録は未だ破られることなく、ローのようになることなかれという言い方が今も語り継がれているのです。その語り継ぎ方はあんま嬉しくないけどな、ローさん。もうちょいなんかいいさことで語り継がれようよ。大した偉業だな。ロー様が心配ですか。ですが、あの方は大使の厳しい修行を耐え抜き、今も伝説の弟子として語り継がれる方。おお、伝説の弟子。伝説の弟子なんだけど、なんかちょっと異形がやだな。世界崩壊の衝撃で亡くなるほどやわではありません。きっとどこかで無事でいるはずです。今日はあなたのために大使の宮殿でささやかな宴を開かせてください。お、宴、なんか宴続きだね。ニマ大使がいない今、私たちにできることは多くありませんが、あなたのためにできる限りのことをしたいのです。こないだ宴したばっかりだけどな、みんなでね、エマちゃんとかデルカダール王たちと。またやるんか。いや、またささやかな宴やってるわ。こうして里を訪れた白王子のために、その夜ささやかな宴が開かれ、修行僧たちは久しぶりの宴を大いに楽しんだ。飲み会ばっかやってる。そして夜が明けた。平和そうで何より、平和そうで何よりです。目が覚めたか。せめてニマ大使が生きていれば魔王を倒す手がかりを得られたかもな。大丈夫だグレイグ、それは今ローさんが手がかりを探してくれてる、ニマ大使と。ま、過ぎたことを言っても仕方がない。そろそろ行くか。何やら騒がしい。一体何があったのか。いや、もうやばい。なんかえ、またなんかやってんの。まだ飲み会、なんか二次会みたいなやってんの、まだ。お、それで修行者の安否は。修行者の安否、申し訳ありません。おいおい、助けに行く流れやんこれ。俺の手に負えず、修行者を発見することはできませんでした。任せなさい、勇者のお通りじゃ。そうですか。散歩大掃除を、何か困りごとでも。もう全部グレイグが通訳してくれるから、俺の気持ち。ああ、お二方、実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。一人の修行者、誰だ。たった一人で、何故そのようなこと。カミュか。わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かったそうです。山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため、救出のために僧兵を派遣したのですが、この通り
怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました。日々修行を積み重ねながら、肝心な時にその成果を発揮できないとは、自分が不甲斐ない修行の成果全然生かしきれてないやん。修行の日々では我々頑張れよ。少しはその修行者の救出に向かうのはどうだろう。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑はかけられません。しかしその修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。ああ、いいだろう。里の者には一宿一般の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。いや、一宿一般って言ってるけど、俺にとってはもう数秒で終わったけどね。その一宿一般全然堪能できてないけどね。まあいいでしょう、これは助けましょう。もちろん。ありがとうございます。ですが、ご好意に甘えてばかりもいられません。私も一緒に連れて行ってください。多分この二人酒臭いで二日連続ね、二日連続やってますから飲み会。うん。お、では三歩さんもついてくる。ルーランナの山頂へ向かいましょう。山頂へは里を出て東の道から行くことができます。よし、じゃあ山頂へ向かうとしましょうか。さあ、山頂の聖域まで来ましたね。お、なんかキャンプができる場所があるということは、ってことじゃないですか。ってことはボスじゃないですか。あ、違うか。誰だ修行僧。お、この人ん、誰誰なんだろう。この人を探したのかな。お、宝箱ある。え、でもなんか老三っぽいけどな。え、なんか老三っぽくない。バッグとかもわかんないけど、ちょっと老三が今二馬大使と修行してたからっぽい気がする。話しかけていきましょう。こいつは見るに耐えんな。もしやこれが一人で山頂に向かったという修行者なのか。きっとそうに違いありません。しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。しかしこの姿どこかで見たような。いや、見たことあるよね。やっぱローやん、変態じじいやん。これは、おい、数ある無夫婦本の中でも最高と名高い。お前グレーグ、ピチピチバニーではないか。お前もか。お前もすごい騎士としてすごい頑張ってたけど、お前も実は内面変態だな。ド変態だなお前な。不幸中の幸いとはこのこと。この修行者、哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれ天に召されたに違いない。ん、は、ん、これはユグノア王家の者が持つ首飾り。こんな貧相な修行者がなぜこれを。まさか気づいたか。この修行者は、お前らちょっと気づくの遅いぞ。ロー様。ロウさん、そうなのよ、ロウさんなのよ。そうか、ロウ様は二馬大使のマナ弟子。おそらく大使が亡くなったことを知り、世を儚んで安らかな死を。え、ロウさん死んだの。え、死の世界で修行してたってこと、二馬大使と。嘘でしょ。いや、待ってください。あ、よかったよかった。まだ息があります。で、今修行してるってことだよね、二馬大使と。どっかの世界で。あ、精神と時の部屋や。精神と時の部屋に、そう、精神と時の部屋や。おそらく、ロー様の御霊は、今、生と死をさまよっておられると思われます。しかし、このままでは死。いえ、一つだけ、ロー様を救う方法があるかもしれません。あなたが冥府
生と死の狭間にある世界へ赴き、老様を救出して戻ってくるのです。冥府に行くだと？だがどうやってそんなことが可能なのか。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は、古来より冥府と通じる霊源あらたかな場所だと伝えられます。私が里に伝わる分霊の儀式を行って、肉体から魂を離脱させれば冥府に入ることができるはずです。ですが冥府は生と死が揺らぐ世界、聖者であるあなたが行けば二度と帰ってこられないかもしれません。それでもあなたは、老様、あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか？いや、行くでしょじいちゃん。うわー、老さん救いに行こうよ。なるほどね、精神と時の部屋ならぬ冥府。なんか今冥府で老さんと二馬大使は修行してると。その状況がわからないから助けに行こうと。行きましょう。わかりました。覚悟を決めます。それではあなたを冥府へと送りましょう。心の準備ができたら行ってください。やるしかないんですね。救いに行きましょう。ローさん、無夫婦な本持っていきますから。無夫婦な本最高。ローさんを助けに行こう。だってテオじいちゃんも救えるんだったら救いたいしね。テオさんもオッケー。白おじさん、冥府に向かう準備ができましたか？行きましょう。さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。あ、さっきのダンスだ。何、このダンスをすることによって冥府へ送られるっていう、冥府を送られそうだったのか。おい、なんだその変な踊りは。本当に大丈夫なのか。おいおい、スケベジジイ。いや、スケベ将軍。おい、スケベ将軍行ってくるわ。お、さあ白王子が、お、送られたっぽいね。ここが冥府の世界と、精神と時の部屋。さあ前にローさんを操作した時にここでね、二馬大使と修行するというところでお尻ペンペンねされておりましたが、さあ冥府と、さあ行きましょう。お、誰かいるぞ。あ、二馬大使か。あらあら、夜べなくさまよう哀れな魂がまた一つこの世の果てに流れ着いたようだね。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。ずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのかい？え、どんな運命をたどるか分かって、いや分かってないです。ただあのローさんを助けに来るっていうことで来ました。はあ、哀れなもんだよ。あの世に来ただけじゃなく、これから待ち受ける苦しみさえ何一つ知らないんだから。仕方がないね。無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。なあ、鈍いあんたでもわかるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね。ああ、でも大樹が今、魔王によって大樹が、そうだよね、失われちゃったもんね。冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。だからあんたの魂はもうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。大樹による生命の循環は断たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限りこれは変えられない。悔しいだろうけど諦めな。もうどうしようもないんだよ。全ての命の源、大樹の魂を手に入れた魔王に
叶う者がいると思うかい？いるわけないよね。いや、ここにいます。魔王と戦う者が、勇者が。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。勇者です。目の前にいます。ほんと、どいつもこいつも、往生際が悪いったらありゃしないよ。お、消えたね。今大使。あれ、ローさんはどこだ？ローさんはでもこの先で修行してたからね。今大使と。やっぱこれあったよね、これね。これあれ人だから。あ、ちょっと書いてることは違うけど。聖なる波動と不屈の刃が交差するとき、まばゆき光の星雲が生まれ、闇に閉ざされた世界を希望の光で満たさん。さあ行きましょう。この先に、ローさんが、大使と、おお、やっぱやってるね、修行。じいちゃん、無風本持ってきたよ。無風本。いや、いや、いや、ほ、ほ、いや、ん、と、いや。ローがこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない。逆さ。さすがロー、じいちゃん。あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。ロー、あんたのじいさんは知ってんのかい、あんたのじいさんって。決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。もうあたいが誰だか分かっただろう。そう、ロウの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマだよ。あの魔法陣が見えるかい？おーおーおー、すごい、ロウさん。おー、ロウさんなんかすごい。ロウは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に大樹の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。見てな、あの魔法陣が完成した時、牢は奥義を得得するよ。ああ、疲れちゃってる、やっぱ年だ。牢、甘ったれるな。またお尻を叩かれたいのかい？ご褒美です、老じいちゃんのご褒美です。あげてあげてください、お尻叩き。お、完成した。おー、すごい。ローさんは相変わらず俺のこと気づいてないんだね。勇者が来たっていうのに。カメハメハか。オンドリアーカーメーハーメーハー。いや、ドラゴンボールやないかい。ドラゴンボールやないかい。あの野郎、やりやがったね。たまにはかっこいい姿を見せんじゃないか。カメハメハやないかい。カメ仙人や、ロウさん。カメ仙人もスケベだからな。うひゃひゃ、大使様、ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか。やろうさん、その前に隣にいるだろ、勇者が。気づけ、まずそこに。根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから褒めてあげるよ。な、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 なんと、大使様、今わしのことを褒めましたな。いや、わしのこと、この師弟関係もいいね。ちょっと師弟関係の話も聞いてたから、散歩から。おひょい。大使様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉だけでご飯十杯はいけますぞ。はあ、あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないかい。横を見てみな。本当だよ、一番大事なものが横にいるじゃねえかよ、おい。気づけ。
こいつ全然気づかないやんって目で見てるよ。お主はなんだこのジジイはと思ってるよ勇者白王子もうなんで俺の存在に気づかないねんって、勇者オーラめっちゃ出してるぞこっちはっつって。死んでしまうとそこ何事じゃ。まあそうだよね、この世界に来たということは死んでしまったってこと。はあ、落ち着きなろう。早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。そいつは生きてる。そう、生きてる。なんですと、生きていると。そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだ。いや、ニマ大使も何でも知ってるじゃん、何も言ってないのに。すごいな。ほう、そうか、そうか。まったく危険なことをしようって。わしならもう大丈夫じゃ。さあ、行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、もうそれるものはない。現世戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。まあ、でも現世のローさんはもうだいぶやばいことになってるけどね、体ね。あれもやばい、あれ戦えんのあの体で。一回ちょっと体力回復した方が良さそうだけどね。びっくりすると思う、現世戻った瞬間ローさん。待ちな、どこへ行くんだい。お、大使様、大変お世話になりました。修行も終わったことですし、我々は元の世界に帰ろうかと。いやいや、そんな簡単に戻らせてくれるわけないでしょ。だって俺何もやってないよ。ここに遊びに来ただけみたいになって、旅行しに来たわけじゃないからね戦うんじゃないの。修行はまだ終わってないよ。うん、ですよね。そんな簡単に帰らせてくれるわけないですよね。あんたの修行がね。俺の。さあ、こっちに来な。俺も修行することになるんだ。助けに来ただけなんですけど、ローさんをやるんですね。白王子元気そうで何よりじゃ。命の大樹ではぐれてから心配していたが、その様子なら大丈夫そうじゃの。わしか、見ての通り元気じゃぞ。大使様が魔力で再現してくれたこの修練場でずっと修行しておったわ。しかし白王子が来ているなら言ってくれればよいように。大使様は相変わらず人が悪いの。気づけ。ローさんにちょっと当たりきつくなってきたわ。スケベジジイだから。じゃあ行きましょう。さっきローが放った技こそ、ドゥルダの奥義、グランドクロス。グランドクロス。あの技は神話の時代。お、勇者、ローシュの仲間。お、ウラノス。ウラノスによって編み出された技だ。ウラノスの必殺技的な感じかな。そして。あんたに教える技はグランドクロスにも引けを取らない大技、覇王山。覇王山、それは勇者が使ってやっちゃうの。覇王山。そうですよね、ローシュさん。初代大使天神との修行の中で編み出した空前絶後の非奥義だからね。初代大使天神、はい。そして今はニマ大使、そして今は勇者が初代ローシュでしたが、今は白王子と。いいね、なんかね、後世でも受け継いでいきます、その非奥義。なるほど、わしがウラノス様の技を覚え、お主がローシュ様の技を覚えれば向かうところ敵なしじゃな。はいはいはい、だからまあ今世のウラノスがローさんで、今世の勇者ローシュが私白王子になると。 OK です、頑張ります。でもね、覇王山は里に受け継がれながら、ローシュ以外には誰も習得することができない。受け継がれながら老衆以外取得できなかったと。みんなセンスねえな。その技をわずかな時間で覚えようってんだから当然修行はとんでもなく厳しいものになる。任せなさい、センスの塊ですから勇者白王子は。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても、それに耐える覚悟があんたにあるかい。いや、覚えたいね、これは。これは覚えたい。いい返事だね。それじゃ早速覇王山の修行を始めるよ。かっこいいね、覇王山。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。さあ、手を前に出し剣をイメージして魔力を集中させな。どんな技なんだろう、まあ、そう簡単にはさすがにできないと思うけど。お、
あー、まあそうよね、さすがにね。まあ最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実戦で技を磨いていくとしようかね。まあさすがのセンスの塊の白王子くんでもね、まあ最初で出て あのできちゃったら面白くないしね。それではまさか大使様と。いや、しかしそれは早すぎませんか。はあ、何言ってるんだい。相手はお前だよ。え、お、ま、え、ローさんと戦うの。なんとわしが戦うのですか。仮面武道会以来じゃない、戦うのローさんと。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い、こいつは見物だね。じゃあ準備ができたらあたいにいいな。俺も二馬大使側で見たい、この試合。やる側じゃなくて第三者として見たい。やりましょう、ローさん。老主様の技、覇王山。お主がその技を覚えれば向かうところ敵なしじゃな。じゃが決闘となれば手加減はせんぞ。覚えたての奥義も試させてもらうからな。きちんと準備しておくのじゃぞ。白王子、ローと戦う準備はできたかい。やりましょう。じゃあちょっと待ってな。修行のためにローに力を貸すから、ね。何そのハンデ、ずるくない。ずるいけどね、その指定コンビ、指定愛ずるいけどね。俺にもくれていいと思うけどね、その力。パワーがみなぎる。若き日の力を取り戻したようじゃ。今なら大使様にも勝てそうじゃわい。おい、ローさん、そんなこと言ってると力奪われるぞ。いいかい、ロー、手加減はいらないよ。全力のグランドクロスを使っていたぶってやんな。おいお前ら、お前ら大人げないぞ。おい、ちょっとセンスの塊白王子に相手に勝手に承知。これで負けたら本当にやばいからね、逆にね。あなたたち、あんたはローの猛攻に耐え、隙を見つけながら覇王山をローにお見舞いするんだ。覇王山まだできないけどね。それを繰り返すうちに覇王山はどんどん威力が増していく。そうやって覇王山を完成させてみな。では行くぞ。じゃあやろうか。ありったけのお主を見せてみ。仮面武道会以来の戦い、ローさん、よろしくお願いします。さあ来るがよい。さあこれはどうしたらいいんだ。普通に戦えばいいのか。お前の力見せてみな。覇王山を繰り返すか。まあお任せでいこうか。お、精神統一。お、早速。おい、170も食らうのこれ。あ、覇王山全然食らわないやん。見切れるかの。全然食らってないじゃん、覇王山。一回体力回復した方がいいと思うよ、白王子。1しか食らってない。やばいよ、次の攻撃やばい。170ぐらい食らうよ。まずいですよこれ。しかもこれ死ぬよ多分。これ死んだわ。あ、耐えた、2耐えた、2耐えたけど、このままいっていいのか。いたこまいってみようか。あ、ちゃんと回復もするんだね。普通の攻撃は弱いけど、いや、覇王山、あ、ちょっとずつ強くなってね。あ、この、あー、ここね、影を倒しつつ。オッケーオッケーオッケー。そりゃ普通の攻撃は弱いけど、だこの次だね、この次に来るって感じだね。覇王山、あ、ちょっとずつ強くなってる。覇王山、おお、やばい、ゾーンに入った。いや、ゾーンはやばい。ゾーンでそれはやばいよ。次まずいですよ。いや、それはやばい。ゾーンでそれはやばい。うわ、やばすぎ。白王子は全滅した。やばすぎ。これは自分でやるか。さあ行きましょう、リベンジ。ローさんとの相手と、俺はさすがに負けたので、命令させていただきましょうと。この次に来るんだよね、だからね。あ、もう撃つんだ、もう撃つんだ。ってなるとこれはさすがに、覇王、あ、これか、これだね、未完成。じゃあまあ一回ここは回復しようか。まあベホイムで回復して、しっかりと回復していきましょうと。
普通の攻撃はあんま食らわないから、でここで特技覇王座と、でまあこれは呪文で全体攻撃の、イオラ、イオラで大丈夫か、まあ、イオラで影を倒しちゃう。いや影死なない、マジか。ディバインスペル、影もなかなかやるね。もう一回影ちょっと倒しつつ、オッケーオッケー、普通の攻撃は食らわないと。あ次来るね、まあでも次耐えれるから、次耐えれる、オッケー。もう一回回復入れてペホイム回復して、まあ、こんな感じでやればいける気がするけどな。影がめんどくさいね、ローさんの影が。覇王山見切れるか。いやーまた影作ってる。もう影やめない、影なしにしない。イオラーズ倒せないね。おゾーン入ったね。あ次来るね、次来る前にちょっと影倒したいけど、オッケーオッケー、ミスミスミスはいいよ。こっちの方がいいのかな。いやいやいや、イオラの方がいいよな多分。影倒してオッケー、で次来るでしょう、まあ、次耐えれるでしょう、オッケー。もう一回回復して MP があれだね、ちょっとね持つか微妙だけど、 MP はちょっと道具で回復していきましょう。いやーマジ分身やめない、分身 なしにしない。完全にニマ大使のせいだわ。ニマ大使が力与えてなければこう影作れないでしょ、ローさん。わわわわわわわ、回復しつつ、ソリア、ホリ、オッケー、ゾーン入ったね、ゾーンいいよ。お、ちょっとずつ上がってきてるよ。オッケーオッケーオッケー、影作るなよ、影作るなよ、ローさん。あローさんオッケー、黄色文字になってる。よー強い、300も食らうの。よーし、ローさんリベンジ成功、よくやった。いいねいいね、よくやった。戦い方さえ分かればセンスの塊、勇者白王子です。わずかな時間で覇王山を習得できるか内心心配していたけどさ、どうやら取り越し苦労だったようだね。今のが覇王山になってんの、今のが覇王山だったらなんかそんなにかっこよくなかったけどな、まあ、徐々に強くなっていくみたいなことだよね、攻撃力、攻撃が。白王子は覇王山を取得した。土下座してるローおじたん。いいかい、あの光の剣の強さはあんたの心の強さ、あの剣を鍛え上げるんだ、決して折れない強き剣に。今後強くなっていくってことかな。そうすればあんたはどんな困難にも立ち向かっていけるよ。実際やるとまあまあかっこいいよ。あそうなの、楽しみだな。強強になったらよかったよかった、とりあえず勝てて。じゃローを起こすとするか。王に覚えたわしを倒すとは、まさかお主がここまで成長しているとは思わなんだぞ。そうだよね、奥義覚えた瞬間ローさん負けるってちょっとショックよね、なんかね。俺だったらもう生きていけないかもしれない。よし奥義覚えた、これで勝てると思ってさ、すぐに来た相手にやられるっていうさ、あれ奥義とはみたいな、かわいそすぎない。なんか修行から逃げずによく頑張ったね。これでもうあんたはあたいの立派な弟子だよ。よかったよかった、ニマ大使の弟子になれたね。え、なんだ、なに、え、なにこれ、潜入してきた。つけたぞ。うわ、ウルノーガだ。この声はまさか魔王ウルノーガ。やはり死滅した世界で這いずり回る虫けらどもよ、ここで
滅ぼしてくれよ。いけない。ああ。って、魔王め、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力をちょっと甘く見すぎてたか。教えたいことがまだ残ってるってのに、忌ましいやつだ。マジか。ここまでなのか、二馬大使との時間は。でもこうなったら仕方ないね。最終奥義、この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。最終奥義、わしが覚えた技グランドクロスこそがドゥルダの奥義ではなかったんですか。確かにそれ最終奥義じゃなかったんだ。それは違う。老子とウラノスが協力して放つ合体技、それこそが。ああなるほどね。大使が考案した真の最終奥義だ。ああはい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 、それ合わせて最終奥義なんだ。さあやるのか。覚悟はいいかい。遥かなる時を超え、もう一度伝説を繰り返すんだ。また戦う気。あんたたちが放つ最終奥義、それをあたいのメイドの土産にさせておくれ。させるか。あたいの掛け声に合わせて技を放ちな。チャンスは一度きりだよ。ロウ、ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。さすがに戦わないか。さすがにストーリーで見る感じか、演出で。グランドクロス、いけロウさん、やってやれ。ハメハメハ。合わせ技だ、最終奥義。行け覇王山。おお、これが最終奥義。この2つが合わさって回っていく。この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義、グランドネビュラだ。グランドネビュラ、連携技でありそう、これ絶対ローさんとの。おお、スプラロールかな。スプラトゥーンのスプラロール、すげえ。ウルノーガの触手を。今大使ありがとう。これで現世に戻った感じかな。あ、戻ってきたね。あ、戻ってきました。ただいま、スケベ将軍。スケベ将軍。近いよ。いけません。近いよ、三歩。体が衰弱しています。急いで二人を里まで運びましょう。体が衰弱している？ロウさんは確かに衰弱してたけど。疲労の中、意識を失った白王子は、ニマ大使が最後の力を振り絞り、魔王の目をくらませる夢を見た。そして夜が明けた。めっちゃかっこよかったな、今の技。ロウさんとの連携技っぽいですね。これちょっと使いたいね。あ、よかった。目が覚めたな。体も大丈夫そうで何よりだ。ロウ様は先に目覚められて、一足先に外に出ている。俺たちも行こう。ロウさんなんか飯いっぱい食ってそうだな。もう体型戻してそうだな、元の体型に。すごいガリガリだったけど。宮殿の外、オッケー、行きましょう。もう最終奥義とかを使ってまた魔王ウルノーガにリベンジしに行くと。いや面白いね、ドラクエ。お、すいましたね、遅かったではない。いやもうほら体型戻ってる、ローさん。なんじゃ、人の顔をじろじろ見よって。ロウ様がすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一時は骨と皮だけでしょう、ね、そうそう、マジと骨と皮だけだったからな。もうゾンビみたいな感じだったからな、ローさん。
びっくりしちゃったわあれくらい太子様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食べればすぐ元通りよ。どんだけ飯食ったんだろうな、この体験を戻すのに。老様から話は聞いています。冥府で太子と出会い修練を受けられたそうですね。そうですね、今太子と会ってきました。さらに老主様の技を覚えただけでなく、老主様ルルダの最終奥義まで習得したとのこと、本当に喜ばしい限りです。そうじゃグレイグ、わしがあっちの世界にいる間、我が孫が世話になったようじゃな。礼を言うぞ。こっからはこの3人で旅する感じかな。スケベジジイとスケベ将軍とド変態勇者なんかやだな。なんかやっぱ女の子欲しいな、花が欲しいな。なんかそれには及びません。これまでの無礼を考えれば当たり前のことをしたまで、むしろこちらがお詫びする立場です。いいんじゃグレイグ、顔を上げ。そなたも運命に翻弄された哀れな男、お主を責めるつもりはない。しかし老様、我々はこれから一体どうすれば。ドゥルダに来れば何かわかると思ったのですが。そう、それについては心当たりがある。太子様の話によると、先代勇者老主は神の乗り物で空を飛び邪神と戦った。神の乗り物。神の乗り物。詳しくは知らんが、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。それにバラバラになった仲間のことじゃ。みな諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。いや、そう信じたいね。まだベロニカとセーネがどうなってるかちょっとわかんないし、神も記憶失ったしね、マルティナちゃんもね、あの後どうなったのかっていう。シルビアちゃんはすごい楽しそうにサーカスやってるけど。よいか、勇者老主の足跡をたどるため仲間を探しながら、もう一度神語りの里聖地ラムダを訪ねるのじゃ。聖地ラムダ。あ、聖地ラムダはベロニカとセーニャの地元だ。さあ、ゆっくりしている時間はない。一刻も早くウルノーガの野望を砕かねば。皆の者、出発するぞ。おい、またエロ本を落とす流れじゃないか、ローさんこれ。お、ローが再び仲間に加わった。ローのスキルパネルが新たに解放された。お、なんだ、スキルパネルも新たに解放されていくんだ。何のスキルパネルが解放されたかちょっと気になるので、後ほどちょっとスキル設定していきましょうか。お、特技グランドクロス、そして白王子との連携技グランドネビラが使えるようになった。これはいいね。強大な力を持つ魔王ウルノーガと戦うために、我らドゥルダの民も協力いたします。これはなんかもう白王子とローさんはパーティー固定みたいな勇者様感じになりそうだな。特別な修行を用意しました。自らの力を高めたいと思ったら、ぜひドゥルダの大修練場に来てください。何、特別な修行、なんかレベリング、レベリングできん、うん、まだ3人しかいないからな。でもレベリングしたいときはこのドゥルダの修行場に来いと。え、でもちょっと一回やりたいな。ニマ大使のマナ弟子、厳しい修行を乗り越え、もうお尻叩かれなかったけど一回も。